元いとこ嫁さんに偶然ある駅で会った。こっちは夏休みの子連れで向こうから声かけてきてくれた。あまりにも若く、というか年相応、綺麗になっていたので衝撃だった。私が最後に見た姿は、やつれきってガリガリで、絶対に離婚しない。ってお葬式で号泣してた姿だったから。いとこ夫婦が離婚したいきさつは、親戚の私の目から見ても、いとこがクズ。いとこ夫婦の子が難病になり、元嫁さんが奔走してる間にいとこが浮気。残念なことに、いとこの子は亡くなってしまった。そのお葬式に、なんと、浮気女が参列して、彼、いとこの隣に座る。あそこは私の席。と言い張って大騒ぎ。いとこは、なぜか、騒ぎを起こした浮気女ではなく、元嫁さんを、みんなの前でビンタして。元嫁さんは、絶対にあんたらを幸せになんかしない。絶対離婚しない。って泣き崩れた。元嫁さんのご両親や親戚が抱き起こして、控え室に連れて行って、そのまま実家に帰したらしいと聞いた。その後、離婚したと噂で聞いたけど、それっきり本人とは会ってなかった。子連れだったから、ちょっと立ち話しただけだったけど、今は再就職して元気にやっているそうでよかった。遺骨も遺灰も無事に引き取れたそうだ。いとこの近況については、聞きたくもなさそうだったから話さなかったし、元嫁さんについての詳しいことも一切尋ねないでおいた。いとこに漏らすつもりはないけど、私も知らないでおいた方が危険性がないし、とにかく元嫁さんが不幸なままでなくてよかった。いとこの近況は残念ながらあまり知らないんだ。お葬式の一件でほとんどの親戚がドン引きして疎遠になったから。うちの両親も。わかるのは、いとこが浮気女と結婚しなかったことと、まだ独身なことくらい。その後っていうのとは違うけど、おまけ。あの後、下世話な興味を止められずに、クズのいとこが今どうしてるか、親戚みんなに当たってみた。意外な展開で、いとこ、真人間に戻ってた。いとこのこのお葬式には、いとこの会社の人も参列してたから、会社にいられなくなって退社。お嫁さんと離婚。浮気女とは結婚せず。と、ここまでは知ってたんだけど。その後、転職して、浮気女と別れていとこ実家に住み始めたら、だんだん、元のいとこに戻ってきたらしい。今は、子供の家を仏壇に飾って、毎日拝んでるそうだ。でも、私は性格悪いから、亡くなってから拝んだって遅いよ、としか思えない。亡くなってから仏壇の前で泣くくらいなら、あの子が入院してた時、ちょっとでも顔を見に行ってあげればよかったのに。我が子が苦しんでる時、浮気女とラブホ行きまくっておいて、何を今更。転職して給料がガタベリして、俺は一生幸せになる資格がない。と言ってるらしいけど。はい、そうですね。としか思えない。